どうも中国大好き山です。今日は、月島のウォーキングラリーっていうものに参加しております。これからいろいろ回ってみたいと思います。はい、やっぱコロナも終わったから、こう人が大勢いますね。ここがですね、言って、あの吉本を辞めて宮迫さんと光が経営してるっていう噂のたこ焼き屋です。わからなかった、忘れた。なんとね、席料550円を払えばたこ焼き食べ放題っていう素晴らしいお店なんですよね。いつもメロンパン屋あります。いや、なんかそろそろ12時ということでご飯も食べたくなりましたね。一旦閉めましょうか。はい、中国大好き山です。今日はこちらの月島のもんじゃストリートを歩いていくと、なんと2000歩歩くとこちらの袋がいただけます。素晴らしいですね。いや、ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。